かえだあすか役の桜井玲香です実際にある商品を売っているシーンとかも盛りだくさんで入っていてあの今までにないとっても面白いドラマになっているなと私も日々楽しみながら撮影をしておりますテレビショッピングが舞台ということで皆様は個人的にテレビショッピング番組をご覧になったり実際に購入されたりするんでしょうか私は祖母がめちゃくちゃ ね、あの大好きでテレビショッピングが、はい、もう本当に祖母の家に行ったら段ボールいくつあるのっていうぐらいすごいあって、はい、うち函館なんですけど、はい、函館からわざわざ買ったのを送ってもらったりしてますね。あ そそううななんでですすすねねっっててるお世話になってまベースナビゲーターさんとして演技をしていく中で実際に放送されてるテレビショッピングを見ている時に何かヒントになることだったり皆さんこんなの普段からやってるんだっていうか、はい、やっぱ生放送で、ね、もうひたすらその自分が実際に使ってみた感想だったり熱量みたいなのが。 スイッチが入れば入るほどお客さんに伝わるものがあるんだなっていうのを実際やってて思いますし実際にあのプレゼンターとしてご活躍されてるあのいろんなゲストの方が今回ご出演されてるんですけど、はい、あの急にガってスイッチが入ってカメラが回りだした瞬間うわーって説明始めるのがあやっぱり。 全然違うプロのこの引き込まれる力すごいなーって横で見て毎回感動してるのでな<ー>なんんてて素晴らしい職業の方々なんだろうって思っ思ます私は割とこう1人で一匹狼じゃないですけどあのキララのこともライバル視してますし桜木くんのこともなんでできないの みたいな常にこう攻めてるようなちょっとこうライバル視が強い女の子だったのでいつもなんかみんな楽しそうに話してるんですけどちょっとあんまり馴染めずに私は終わりましたね大きく首を横にギョ <laughs> を振ってますけど。<laughs> <laughs> そういったのも、ねす,ね、すぐ皆さんがカットを救ってくださるところがなんかもうチームワークはでもいいんだなってとても感じますがす、ねすね、いいなって思いながら、まあ、私は今回はこういう役だこういう役だと思ってこう <laughs> 言い聞かせて <laughs> <あ>いいなと思って見てましたね。なるほど